土日は割増料金が発生いたします。はい、トリマンチャンネル始めていきたいと思います。3月23日水曜日、はい、今日ですね、引っ越しの手続き等で、あれこれやってたんですけれども、改めてね、引っ越し始めてみてですね、分かったことっていうのをね、ちょっと喋っていきたいと思います。まあ、ネットをね、移動させるにしても、転居ね、転居に伴いインターネットもね、そのまま、新しいところにね、移動させるにしても、業者さんにしてもですね、全部ね、土日が絡むと割増料金がね、かかるっていうのはね、ちょっとね、びっくりしましたね。例えばね、そういうの全部サービス業に分類するね、企業だと思うんですけれども、昔だったらね、もうサービス業だから土日もね、関係なしに、同じ料金だろうみたいなね感じだったと思うんですけれども、もう今となってはね、働き方改革等でね、の影響だと思いますけれども、土日だと割増料金が発生するという、業種がね、多分ほとんどだと思うんですよね。その中にあって、飲食宿泊等ね、宿泊はホテルとかは忙しかったら、この値段がね、結構こう上がったり下がったりっていうのがね、コロナ以前の時はありましたけれども、今どうなのかちょっと分かんないですけれども、飲食店で土日だから割増料金いただきますっていうのはね、まだ聞いたことがないんですよね。ただ深夜料金いただきますとかね、なんかサービス料金いただきますとかいうのは聞いたことありますけれども、本当に飲食業界も他業界と同じように、同じぐらいのね、賃金と、福利厚生とか、休み等を、本当にねやろうと思えばですね、何だったら本当に他業種と同じように、土日祝日割増料金いただきますよっていうね、そういうのが出てくるのかなというかね、今回で多分出てくる、これからはそういうのも出てくるんだろうなっていうのをね、ちょっと感じましたね。なんだったら、スーパー百貨店とかでもね、今日は土日祝日なんで割増料金いただきますとかね、そういうのが今後あるかもしれないですよね。スーパーやれるかな、どうかなっていう感じですけれども、もうね、郵便局行っても手数料ね、今までだったら、発生しなかったね、払い込み用紙の分ですよね、持てたら110円、なんか1枚につき110円取られてたんで、と思いましたからね。で、両替とかもね、郵便局も、発生ね、手数料発生してますので、どんどんなんかいろんなもんがね、手数料取らないとやっていけないという風な流れになってますので、その流れがね、飲食業界等にもね、もしかしたら来るのかなっていうのをね、ちょっと引っ越しを通してね、割増料金の、そういうね、存在を知ってね、なんか改めてね思いましたね。今でこそね、コロナ禍であんまり深夜帯でねやってるところは少ない、本当に土深夜までねやれるところはね、減ってきてると思いますけれども、なんだったらね、10時以降、は割増料金いただきますよっていうのは当たり前になっていくのかなっていうのをね、思いますと。商売というかね、人を雇うという前提であるんだったら、もうなんかそういうのを全部ねやっていかないと、成立していかなくなるのかなというふうにね、なんか改めて今のね流れ、全部値段上がってますしね、電気ガスもえげつないぐらいね上がってますから、上がっていきますから、もうね、開けてるだけで料金発生してるみたいなね、そういう感じなんで、そういう風な流れにももしかしたらねなるのかなと、思ったりしますね。はい、もうなんかカフェとかでね、ショッピングモールの1階のカフェとかで、今だね、充電しながら Wi-Fi もタダでね使えるような感じで、コーヒー1杯でゲームしてる子とかねいますけれども、なんやったらもう入場料みたいなね、とかもなんか発生するぐらいになるのかなとね、座ったらいくらみたいなね、飲み屋さんじゃないですけれどもね、
まあ、そういうのももしかしたらカフェ等でもね発生するのかなと、ね、いうふうにちょっと思いましたね。ガラガラの中でねずっとゲームしてるね子とかいましたから、うん、まあ、その間もね電気を吸われね、コーヒー一杯で粘られてみたいなね感じなところを見るとですね、なんかそういうのもあるのかなとね、うん、思っちゃいましたね。はい、もうなんかね、もうなんかその郵便局のね、まあ、手数料の話とかもそうですけれども、なんかいろんな手数料とかね、そういう割増料金とかの話をね見たり聞いたりするとですね、飲食業界ってね、サービス業界って何なのかなっていうふうにねちょっと考えさせられたね、まあ、一日でもありました。まあ、適正なね、まあ、そういう、他業界だと、まあ、それがね通るのに、飲食業界だとなかなかそれがね、認められないというかね、合わないみたいな流れはあると思いますので、まあ、今後ねその飲食業界等で、まあ、ちゃんとした、まあ、雇用をね守れるようにするためにはね、他業種に負けない、まあ、長くね勤められる、まあ、正社員だったらまあねその給料、他業種の平均賃金よりまあ、賃金並みに上がると、まあ、そういうふうにね、するためにはまあそういうところもなんかやっぱりやっていかないといけないんじゃないかなと思いながらね、引っ越し割増料金かかるんかと、じゃあ平日やるしかねえかというふうに思いましたという感じですね。はい、まあ、そんな感じでちょっと今日はねバタバタしたんですけれども、まあ、お昼は、まあね、一応完売できましたよと。で夜も、夜ね暇でしたね。週末はね、久しぶりにね、2連勝で、いい感じだったんですけれどもね、元に戻りましたという感じでしたね。はい、まあそんなわけでね、まあなんかどんどんねいろんなものにね、なんかやっぱり値段がついていかないと、なんか無料のサービスっていうのはありえないよっていうようなね流れにだんだん日本もなってきてるなっていう感じで、まあ、ちょっとねそれが行き過ぎると、まあ、なんか機械的なね、接客サービスばっかりになっちゃうのかなと。もう欧米のね、サービス業接客業なんかね、もうファーストフードとかだともう愛想もクソもないみたいなね、なんでそれなのにあのチップをね発生してんだよとね、ニューヨークに行った時には、思いましたけれどもね、まあなんかそんなね、感じになっていくのかなっていうのはねちょっと感じましたというお話でした。はい、というわけでね、ご視聴ありがとうございました。終わります。